岐阜の異端児ハキです。ローラーいいんだ。ローラーいい。じゃあゼルクとローラーしましょう。じゃあ僕とローラーで多分一応中です。早めなローラーしてお願いします。あ、じゃあこれもう始まって嫌がったら2人でカミライ引いたって認定しますね。じゃあもう。あ、OK です。嫌がったらもうどっちかが引いてるから、もう容赦なく殺してほしい。あ、なるほどね。お、この2ペアはすごい。その2人以外が買い目だったらめっちゃ喜んでローラー。おお。そしたらそのローラー、小色で見てきましょう。怖いな。ローラー、ローラー。お、ローラーだ、ローラーだ。あ、どうす。これローラーでいいんすか。いや、ローラーはやめた方がいいかもしれない。あはははは。あ、ここおふざけ良くないと思います。おふざけ良くないと思います。じゃあ、張り切って、行きましょう。おー、白い。白い。もうアベレージさんにやめられなくなってる最初の祝福が。そろそろやめたいのになんなら。まあまあ、でもこれでね、役職交代なんでね、これで最後だから。はい、取りました。はい、4個、5個、6個。はい、6個。6個だよ。はい。また上から入れるね。はい、7個。ありがとう。ニワディーさんスイッチくれたから白だわ、これ。そうや、さっき耐えられた時くれんかったもんな。そうだわ。確かに。おお、これは隠し露出だわ。ドレハンやり始めたのが去年のね、確か2月末やったかな、多分。2月の末ぐらいに最初にやって、で、その時に、まあまあまあ、まあまあ、まあそんなめっちゃ面白いとは思わなかったけど、まあ面白いゲームだなと思って。で、そっからちょろちょろやるようになって、まあ週1回ぐらいかな、多分。うん。週1回ぐらいやるようになって、で、ある日ね、めちゃめちゃ同説が多い日があって、同説300人とか行った日があって、あれもしかしてドレハン熱いのかなって思って。それで動画を出し始めて、みたいな、今に至るね、それで。で、最近はまたね、こうやって、なんかあの、新人の人とやったり、なんかね、こう、暇人さんみたいな、他の界隈の人とも、ドレハンできるからね、めちゃめちゃ、いいよね。めちゃめちゃいいよ。よし、完璧。なんか銃声聞こえるから傀儡安倍さんなんかな。大丈夫かな。おほい。銃声聞こえたから多分安倍さん傀儡なんだろうな。傀儡誰？ちょ待って、傀儡誰？傀儡。あ、ゼルクさんなんだ。オッケーオッケー。ゼルクは傀儡？ゼルク傀儡で誰が死んだの？今牢屋ね。あ、よっちゃん牢屋？オッケー。はい。阿部ちゃんが牢屋だよ。あ、阿部ちゃん？阿部ちゃん。阿部ちゃんか。オッケー。まあ船進めとくね、とりあえず。鍵がないかちょっと探して、あー石炭ある。そう、これ船消火だけじゃないけど、だから発散じゃないよね。違う違う、決めるね。もう俺がこれ、俺が傀儡やったらここで船曲げたらクソ強いよ。いやー、傀儡じゃなくて残念だ。多分ババキが起きるかな、何かって言ってるから。はーい、誰？阿部さん買いないね。はーい、おい、鍵鍵一個、今多分バケさんが取り入ってくれてるから、ライブさんしばらく待ちかも。はーい、その間船進めとくわ。バケさんがこれ買いないじゃないんだ。
なんかゼルクさんって言ってたよ、バブケは。わからないことか。じゃあゼルアベだ。ゼルアベね。はい。ちょっと温まってから船捨てます。あー、暇でーぞ。よかった、ほんまに石バックの横でした、アザマ。よかった、暇でーさん、はいはいはい、もう一回漁られてる？もう逃げてきた。そうですね、あの漁られてましたね、ちょっと遠すぎて、あと寒さに体力が気にしなくて、あら、暇でーさん鍵ない？鍵ありました、集めて。お、やった、よかったよかったよかった、オッケー。じゃあ進めときの船。あ、2個あった、2個あったか。おー、ナイスナイス。ライクさん、私たちマスケはもし持ってたら入れとこう。はい、ありがとう、今じいさん、助かりました。ゼルアベで3桁目に入れたことになるので、2回以来出たと、うん、そうね、いやー、ゼルアベか、いやもったいないな。ライトさん召喚タケだった？召喚タケ、オッケー、バブケがね、左ボックス行ってるからね。はい、あ、っていうか中島取ってないよ、中島。これもまだね、全然燃料あるからどんどん進めていくよ。これね、よっちゃんと僕一文字にしないようにみんな。そうね、はいはい、よつはライト。え、これ拡散じゃなかったですか？違う違う、拡散とゼルクさん、安倍さんとゼルクさんやね。ごめんごめん、ゼルクさんかどうかは。そうそう、ゼルクさんってバブチから感じがしたんだけど違う。あれ、いや、誰死んでないけど、でもいないならゼルクなんじゃないですか。みんな誰？今死んだのは？え、これ僕です。あ、じゃあゼルク。はい、ああ、プライデーマン。え、シュー、私もーす。なんで死んだんだ？ありがとう。なんで死んだんだ？ニトロで死んだってことこれ。あ、どうぞ、シューどうぞ。ありがとう。ゼルク今めっちゃ強いと思ってたのに傀儡。あ、じゃあもう。おお。やめてよ。恥ずかしいじゃん。ずっと。いや、続けていいですか？あ、いいよいいよ。うん、俺運転するわ。もう優勢です。え、これ火薬ないっすよね。火薬ない、火薬ない。大丈夫。うん。いいよ、運転できる。ずっと入れますもん。いいよ、いいよ、いいよ。いいよ。安倍さんの。安倍さん、後ろもらいました。あ、ここに下にあるんで。もう多分、氷山行けますよ。氷山行けるらしいよ。本当か知らんけど。少なくとも村横は行けるの。お、バケウカさんいるやん。お、ありそう。ゼルクさんがワンダウンしてる、帰らの。うん。あ、そうなんだ。あ、そう、だから、義士と海兵ね、義士と海兵。これはもうちょっと本気にしますね。レイさん。6あるよ。おお、これマジでゴールまで行くかもしれん。みんなゴールまで行くかも、このまま。どんどん行きましょう、どんどん。めちゃくちゃあります、うん、まだ。本当だ、あるね。よかった、もう気がついたらみんないないんじゃないかという恐怖を覚えながら帰ってきたけど思ったより大丈夫だった。バキュガさん、どこの席来たんですか？これ高台。はいはいはい、高台、もう丘道もかな。あれ、僕左ドックスはもう全部取ってるから。オッケーオッケー。あ、あのランタン、マブケだったんだ。あ、そうですね。もう大概だったらやばいなと思いながら僕の、ま、役目は全うしました。ナイスだぜ。はい、もう動けないから、今後、街のお願いしてもいい？一バックあったら。うーん、悩ましいな。結局見れても気をつけてもらう。うん、あー、ちょっと難しい。すごいな。だって、重くてから、まあ、毒は大丈夫だと思うけどね。あのね、ハーブ20個取られてるよね。あらあら。あ、それはあるそうだ。え、てか、安倍さん、傀儡なのに空砲撃ったんだね。えらいな。さあ、なんとね、この氷山に一切ぶつけないドライビングテクニック。天才天才。これ解毒一発で解けるから、買ったこが。買ったキッチンに隠しとこかな。何？あの解毒キッチンに隠しとこから誰か毒ったら。あ、オッケー。はーい。
そろそろマスケどうです。マスケも入ってる。3桁だと思うよ。はーい、3桁目か5桁目9入れてるんだよ。オッケー、もう3桁埋まってるのかな。うん、あれこれ倒してきましたね。ちょっといやマジで、あ、普通の方が強い。あ、石炭あと1個か2個入れてほしい。弓を作った。いやもう、あと、あれ、ほんとに、あとか、あの、オッケーオッケー。あ、カキさん、な、あと何個分入れるって。石炭2個あれば、はい、木材だけど入れちゃうわ。はい、これで、ポイント、やべ、これで、あ、オオカミ、あ、たまー、おお、あ、タンにびっくりの、うわ、でもいます。お、なん、カップストライク大丈夫なんだ、あの、骨、クマ、待ってます。はい、オッケー、いい。反応しようの。あー、めっちゃ進んだ。あれ、なんか入ってんね。あ、最初2個持っとったんや。あ、これあと1桁目と5桁目だけだから回しとくね、俺。はーい、了解。毒来ない。あ、いたいたいた、あ、いたた、あ、いたた、あ、いたた。取って取って取って。毒来ると思う。来るかな。シングルドア閉めとくね。あ、バブケ声聞こえるから呼び戻してもいいかも。バブケマスケット開いたから来てほしい。近くにいる人。おーい。あれ、いないわ。はーい、開いたよー。大丈夫？ヒマジンさんがいる。はい、はい、あの、左後ろ、今からはしご登りまーす。はーい。はーい。ライトさんが結構。ライトさんが行っちゃってる。ヒマジンさん、ここに置いとくよ、じゃあ、登ったとこに。ヒマジンさん、登ってくれ。腹減ってる、消えます。単品で、単品のスピーカー。大丈夫よ。はーい。まだこう持ってる。マジで弱くれます。弾、外は去ってきたんで、弾一発誰かあります。あ、じゃあもらおうかな。これどうぞ。ヒマジンさん、これ中取った。あ、もらってます、もらってます、カキカさんから。はーい。これ、カキさん1本あげる、注射器。あ、ありがとう、ありがとう。ヒマジンさんも1本、注射器どうぞ。うわ、あざ、はい、あざ。あ、一本で余ってるの、ライトさん、誰か呼び戻してくれない？うん。あ、今来たよ。あ、バケイカさん、ぶっこ。マスケット取って。やるわ。これちょっと後ろの方にやっぱり。あ、罠ある？オッケー。あ、罠あるよ。あ、まだ右洞窟に誰だっけ、うん、バブケがなんかが残ってるから。はーい。はーい。アキさん、これさ、3つ落としとこう。あ、オッケー。オッケー、オッケー、ありがとう。うん。ちょっと作れるから。一応、あの、なんだっけ、焚き火は作ってあるから。バケイカさん、弾何個ある？ 2 個。あ、じゃあ1個あげる。はい、あれ、開いたんですかこれ。開いたよ。開いた、開いた。バケイカさんが持ったんだよね、最後ね。うん。うん、そう。一応、解毒も手持ちにも1個だけあるから、毒ったら言ってね。はーい。はい。一気に隠してたやつ持ってる。はーい。罠5個。おぞす。オッケー。オッケー。あ、マコも4つあります。で、バケイカさん、よっちゃん、カキさん、あと、あと、ヒマジンさん。ヒマジンです。ヒマジンさん、オッケー。やっべ、ちょっと体温めたら、あと、あと、あと4つで中なんですけど、ちょっと待ってくださいね。あと4つ。右側で一緒に行きますか、ヒマジンさん、右側に。体ちょっと温めていこう。はい、行こっか、じゃあ。あ、じゃあ、俺と4つなんで買ってくるわ。あ、何を取ってくれるんですか、うん、え、ご飯。お肉、あの、お肉4つちょっと、あ、待僕その後高田行ったんですけど誰もいなかったから。柿さんだよね、柿さん。はい、本物本物。骨2個取ってきたからコンロ入れとけよ。あ、もう人肉行きますね。うん、人肉で行こう。骨1個入れといたよ。あと足跡。骨。あ、右側から乗るよ。ランタン今作ったからそれでも行けるけど。全然。あ、すいません。行けるか。あ、俺多分酸素できなかったね。あと1足んないっすね。ある。あ、よかった。あります。よかったよかった。あれだ、こっちまでね。あーさす。脂身の、脂身ランタン使っちゃいました、僕が。あ、誰が、ニトロ来るかもですね。うん。いや、まだ来ないと思うよ、でも全然。了解。これ、船守り誰する？あ、守りましょうか。お、いいんすか？任せてください、もうずっと。
海兵だから僕絶対あれだと思うな。あの、うん、何自己強化自己強化で最後傀儡召喚で当てて本体来る。じゃあちょっとショートしないと一緒で見てろ。右側だけまだ仕掛けとくね。ミトロの準備も結構あるかもね。はーい。じゃあご飯持っていこう。飯配ってます。お腹いピンチの人を2個持ってやっていいっすよ。いいよ。どうぞ。いただきます。行くぞー。行きましょう。よし、行くぞー。行きますかねー。マジンさん、高田、なんか上に登って。あ、上登っていきたいですか。あ、いつかやったって、それ。なんかあの、相手も銃持ちなんで。はい。そう上に逃げた方がいい。逃げた方が安定か。よーし。さあ。はいへー、行きたいね。まだ持ち物空いてる近くにいる？空いてるよ。空いてまーす。なんでバケさんか誰かにあの罠渡しときたい。カキさん持ってるやんな。あ、持ってる。のぶけに2個渡すわ。罠。はーい。はーい。勝手に撃つねー。罠仕掛けるよー。いいよー。オッケー。はーい。ライオンに後ろに罠かけます。撃って。オッケー。よーし。おー、来た。よし。お、見合った。これ処理したら、次はないから。うん。ですね。頑張ろう。おー、すごい。撃たれた。あ、なんだ、熊を。熊の竹引いてる。熊の竹引いてるわ。召喚撃ってるから。あー、なんかミスってるミスってるわ。たくさん、海外で処理しよう。あ、オッケー。はーい。あ、熊来る、これ。あ、オッケー。いや、でもまだ、あ、本当は構えてる。バケユカさん重傷って書いてあるから今ドッペル。あ、オッケー。あ、あれドッペルがいいんだ、僕の。いや、望遠鏡で全てもう見れますよ。あ、撃たれた。撃たれたけど、注射撃ってるから。あ、じゃあ2人いる。うん、2人いる。うん、2人いる。マスケさんも私上上がってくる。オッケー。ご飯も行ったね。でもこっから撃てますよ。おっと？あ、ちょっと弱くなる。いや、ここはね、うん、一人絶対犠牲にならないといけないです。あいつ落としたよ、相手。OK。おぉ、もうナイス。ゴー。じゃあ無駄にやすね。行け。あ、まだあった。ちょっと引こうか。いや、でもこれ、言うてるから。どんどん行かないと、どんどん。行く。あ、もう行ってますよ、もう。裏取れてる。あれ、用意してるやつが行ってるだけだから大丈夫。僕、足早いんで逃げれます。うん、はい。裏。あ、いない。オッケー。ニトロある。オッケー、じゃあそのニトロ持ってこうか。オッケー、使っちゃおう。これ今、あ、しれー。全員マスケ持ってますよね、3人。持ってる。弾ないけど。よっちゃんの失敗。ニトロ回収したんで行きます。いや、僕何も持ってないですよ。よっちゃんって弾持ってないのか、これ。持ってないんじゃない？ニトロもう1個あった。よっちゃんの死体は空。これそのまま二陣目使うわ。はーい。誰が死んだんだ？ゼルク一発当ててるから多分きついと思うけどな。うん、でもゼルク一回死んでるから。今マスケ上から島尻さん降りてるからなんかあったっぽい。あ、オッケー。石炭持ってく。傀儡召喚も来ないから。石炭はね、結構船に補充ある。ある。オッケー。基本的に来ないから。じゃあバブケの護衛するか。召喚は絶対撃てないから。うん、船長がいる？ドッペルゲンガかあれ。船長ドッペル。後ろにいるのが本物。いや、村。村。オッケー。
ピン刺したいな。今泳いでます、泳いでます。はい、これ帰れ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 。ドッペル、ドッペル。あったあった。ドッペルなんで。ついていく。本体そう、そのライトさんが向かってる方から。これ登るときに撃つわ。あー、おお、ナイスナイスナイス。ナイスナイス。本体が村で消火。うん。はーい。本体村へ、詰めるわ、詰めるわ、詰めるわ。倒した？倒せたよ。おー、ナイスだ。強。海兵いるとかにいるかも。はーい。二巡目います。よし。安倍さんはどうなんだろう。あ、死んでるんだ。死んでるんだ。あら、強。強いな。やるねえ。望遠鏡刺さってないだろう。はい、進めまーす。あ、ニトロが海の底に。ニトロ、こういうせ、こういう。あいつね、フォーカスに石炭があるかもしれない。あれ、100年後の爆弾処理班じゃ結構止まりますよ、海底にニトロあったら。石炭ある、見つけて。あ、だから探して。出てる。おかしい、おかしい。おかしいか。爆弾ダルも来たからね。わー、了解。じゃあ僕もここにあるんですよ、石炭がたくさん入った。いいです、います。どこだと。ここ？ありますよ。花火上がるからね。お、花火上がる。でも導火線の長さで見たのに船入ってるね。3つ入ってるから。あれ間に合う、起爆間に合わん。起爆間に合わんかもこれ。試合終わるかも。あ、諦めた。望遠鏡で見ます。ライトさんヘルシーです。ライトさんヘルシー。間に合うか、間に合うか。あー、間に合わない。間に合わなかった。ナイスファイト。ナイスよいしょ。ナイス。ジージー。いやジージー。バブって初手してきた何個？八個です。うわあ、やっぱ殺せればよかったなあれ。バック。てかバックしてたんだ。あ、違う、僕これ2個。いや、ジェルクがバックさせてでしょ、うん、ああ、バックか。そうそうそう、めちゃめちゃバックされた。へぇ、そうね。いやー、でこれで直したね。いや、だっていや、でもあれでね、人数分散したから、うん、それでね、そうそうそう、狙い、狙われやった。安倍さんめっちゃ強かった。いやー、悔しい。いや、でもね、バブケが逃がしちゃったわ、うん、いや、そう、あれ僕、罠めっちゃあったから、海兵の安倍さんだけが傀儡じゃなければいけるって言いながら帰ってなるほど。海兵来たらだるいからいやー、来る、うまかった、ジジ。